なんだ、俺の巨人が倒れて。え？一人の兵士に気をつけろって？はい、リヴァイ兵長は危険です。こいつがリヴァイか。うなじめ！なんだ、何も見えない。目もやられたのか。わしが！さっきは随分と楽しそうだったな。硬質か。ダメだ、マネアラ！もっと楽しんでくれよ。巨人化直後、体を激しく損傷し、回復に手一杯のうちは巨人化できない。そうだったよな。おい、返事しろよ。失礼なやつだな。こいつはまだ殺せない。誰か、生きてるやつはいねえのか。瀕死でもいい。まだ息さえあれば、この注射を使って巨人にする。そいつにこいつを食わせて、獣の巨人の力を奪う。誰か一人だけ生き返らせることが。気は使い果たした頃だろう。お前らはこれで全滅。かなり危なかったが、我々の勝ちだ。待てよ、俺はあいつに誓ったんだ。必ずお前を殺すと誓った。しかし、ちゃんと場所と時間を覚えているんだろうな、エレン。なんだよ、もうまたかよ。
よう、ヒゲヅラ。てめえ、くせえし汚ねえし、ブサイクじゃねえか。クソが。まあ、殺しゃしねえから安心しろよ。すぐにはな。唯一の救い。エルディアの安楽死。なんつった？安楽死？お前はこれからくせえ巨人の口の中で自分の体が咀嚼される音を聞きながら死ぬわけだが、お前にしちゃ随分と安らかな死に方だろう。奪った仲間たちの命に比べてみれば。奪ってない。救ってやったんだ。そいつらから生まれてくる命を、この残酷な世界から。また足が伸びてきたみてえだな。クソ坊さん、見ててくれよ。今の音、落雷では雷装だ。一体何が。音の方向に何かあるはずだ。兵長、何があったか知らねえけど運がいい。一番の脅威が血まみれになってる。頭に一発撃ち込んでおきましょう。死んでるよ。至近距離から雷槍の爆発を受けたんだ。外傷以上に内臓がズタズタになって即死だ。見せてください。俺も脈くらい測れる。見せてください。ブロック！冷えている。死んだのか。いや、普通蒸気が吸い込まれるように消えたりしない。
た。おい、逃がすな。ジークさん、何があったんですか。わからない。知らない少女が土をこねて俺の体を作った。知らない場所でただそれを見ていた。何年もそうしていたような気もするし、一瞬だったような気もする。あれは、そうか、あれが道なのか。ジークさん、あなたを拘束していた調査兵団30名は巨人にして従えたのですよね。彼らはどこに。まあ、いろいろあっていない。俺たちの邪魔をする奴らはもうここにはいない。行こう。俺たちはただ進むだけだよな、エレン。俺の目的はジークを殺すことだ。いい天気じゃないか。もっと早くそう思ってたな。まあ、いっぱい殺しておいて虫が良すぎるよな。地ならしが止まった。